そう、僕、サッカー好きなんですけど、あれですね、野球も見てみると、意外と面白いですね。そのスポーツとしての野球が面白いっていうよりも、エンタメとしての野球が面白い。どういうことかっていうと、これマスコットキャラクターいるんですけど、野球の。この子たちがさ、ハーフタイムとかに、いろいろわちゃわちゃとかさ、したりするんですよ。試合前。すごく可愛いんですよね。Jリーグのさ、マスコットキャラって、あんま知ってる子いないよね。マスコットキャラからさ、野球を見るみたいな人は、いるけど、サッカーはやんないのかね、それ。サッカーはさ、もう、若い層が全然いなくて、もう高齢者向けになってるみたいな感じに言われてますよね。うん、海外サッカーは違うけどさ、そう、Jリーグは。だけど野球はさ、若年層がどんどん増えてるっていうのは、こういう野球以外のところにもさ、ちゃんと力を入れてるのがでかいと思うんだよ。こういうのとか、すごくないですか？ゆるキャラ同士でさ、日ハムのイベントなんだけど、中日のキャラクターを呼んでさ、一緒に共演したり。僕のお気に入りは、この子っすね。ポリポラリス。日ハムのキャラクター。で、中日頑張り強くないんだよね。で、ネタにされてるけどさ、まあ、ネタにされるぐらい面白いっていうのはあるよね。やっぱ話題は大事だけど。だけど、サッカーっていうのは、昇降格制だからさ、最下位になったらさ、ネタにできないからね。降格しちゃうからさ、野球はそういうのないから、最下位でもずっとプレイできるから、人気で居続けられるんだろうけど。まあ、構造が違うんだね。だけど、マスコットキャラをさ、もっと盛り上げるっていうのは、結構いいと思うんだけどね。だからサッカーをあんまり知らない人でも楽しめるようなことがすごいいいと思うから。まあ、野球って結構参考にできるんじゃないかなと思うわ。